結構来ます。お待たせしました。ありがとうございます。2022年の7月4日から、はい、慣れた方だったら何回もこう繰り返されたら、うん、もうもっともっともっとってやみつきになるんですけど、やっぱりある程度は初めはまあ無難な辛さ、まあ、まあ全部激辛で全部辛いです。だいぶ辛い。
これは毎日変わってる日替わり麺。今日は五目とろみそばってとろみがついたそば。こちらがなんか伊勢ランチ。結構来ます、ね、はい、ボリュームもあって彩りも良くてとっても美味しいです。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。チャーハンランチだけが1週間に1回、あとは日替わりランチと激辛ランチと日替わり麺っていうのは毎日こう変わっている、はい、じゃあもう皆さんも毎日でも来れるような楽しみがというか、そうですね、ハマってる人は週に2、3回ぐらいで、インスタにアップされるんで、今日の激辛やったらもう来た瞬間に激辛ってなって、はい、でも毎週土曜日にはもう激辛ランチと日替わりランチを持ち帰るという方もおられます。テイクアウトっていう、そうですね、まこなまさん自宅で食べに来れなかったりとか、はい、もらってるんですけど。
もう本当にお隣のお店です。去年の5月からオープンしてまだあと少しで1年なんですけど、はい、そうですね、なるべくちょっとこう変わったものを置くような感じで押してるんですけど、綺麗なお花が、すみません、ありがとうございます。今日のデザートはバナナ豆乳プリンに生クリームと金木犀のジャムが載ってます。赤タンタン麺、ね、薬味の感じがすごいんですかね。そうですね、スープ飲んでいただければ分かると思うんですけど、はい、分かりました。じゃあちょっといただきます。はい、はい、ありがとうございます。ほんのり旨辛みたいな、あ、そうですね、感じですよね。感じです。はい、まあでも全然耐えれるっていうか、あ、そうです、はい、一般的に普通にちゃんと食べれる量。すみません、今日美味しい料理ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。昼は11時からのオープンで2時までです。で、夕方は5時から、9時半オーダーストップの10時までです。はい、で、定休日は木曜日。いろいろと工夫をして美味しいものを作りますので、ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。